お店の勤めは初めてだけど、マキさんの紹介であなたの隣に座ったの。遊び慣れてる人みたい。ボトルの名前でわかるのよ。そんな女の一人ごと。体に毒だわ、続けて飲んじゃ。ユミさんは来ないけど、十時に電話が入るわよ。あなた歌でも歌ったら、少しは気持ちも晴れるでしょう。そんな女の独り言。車で送ると言われたけれど、ナミさんに叱られる。の浮気は有名よ。人の匂いで私まで酔わせるつもりで今夜また。そんな女の一人ごと。楽のタバコ、ママさんのいい人ね。身の上話をしたいけど、渋い笑顔にどことなく悲しい昔があるみたい。